何を飲んでるでしょう。あ、このコップも雑貨屋さんでゲットしました。可愛くない？これにハーブティーもその雑貨屋さんでゲットしたんですけど、そのハーブティーをこれで飲もうと思って買いました。色付きのねやつなので、色を見ながら優雅に朝とか夜とかにね飲もうと思って。こんばんは。帰ってきました。あ、そろそろ固定コメント変えないといけないですね。7周年ツアーのやつになってますね。こんばんは。確かに。これは何味でしょう。何味のチーズでしょう。帰ってきました30分前ぶりです。正解は唐辛子味でした。辛いやつ。どうやって味付けするんやろうってね、不思議。え、もう韓国でめっちゃね、本当に一番嬉しかったのがサムギョプサルを食べるってことです。晩ご飯がサムギョプサルだったんですよ。めっちゃ美味しかったです。もう念願の、
本場で食べるサムギョプサル。店主の方がね、ちゃんと肉の焼け具合を見に来てくれるんですよ。なので自分で焼かなくても、なんか裏返ししてくれるみたいな。マッコリは飲んでない。あとあれも食べたんですよ。これは内緒にしとこう。後々わかる。なんか日本で食べるサムギョプサルもなんかめっちゃ美味しいんだなって思いました。その本場で食べたからこそ思ったんですけど、あんまり変わらなかったです。美味しさが。これ言ったっけ？配信で言ったっけ？言ってたらすみません。こんばんは。聞きました。だって言ったか。じゃあこんばんは。最近同じ話ばっかりする気がするな。最近見始めた話変わるんですけど、全然韓国とかじゃなくて、最近見始めたドラマ、なんか最初映画かと思って見始めたやつがあるんですけど、日本じゃなくて洋画、外国のドラマなんですけど、マニフェストやったっけっていう、なんか飛行機に乗ってたら着いた先が5年後の世界だったみたいな、その間何をしてたんだろうみたいな感じのドラマなんですけど、まだ 2話までぐらいしか見てないんですけど、そう見始めました。面白い。タイムトラベル系、しかも未来に。
あとユニコーンに乗ってって知ってますか？IT 企業のドラマ、2年前ぐらいの。なんか教育のなんとかなんとかみたいなあるんですけど、それも見てます。なんで見始めたかって言ったら、実家にNetflixが見れるテレビがあるんですよ。それでなんか見たいと思って、その2つをなんか見始めました。もう見てました。だってもう見始めたんですよ。私もね、知らなかったですけど見始めました。面白い。なにこれ、すごいクマ。アラジンみたいな。こんばんは。面白い女だって。そんなセリフなかったっけ？あるよね。なんかでありそう。何のギフトなんやろ。ありがとうございます。伊達メガネです。こんばんは。お、葵ちゃんに会いに行きます。だって待ってます。嬉しい。楽しみですね。あさって、間違えた、しあさって、気が向いたらぜひ愛媛にも来てください。比較的来やすい場所なので、エミフルって。土曜日です。7月6日。私もし日曜日に何にもなかったら、なかったらもう泊まって遊ぶのもよし。日曜日お話し会。そうやったっけ。そうやったかも。こんばんは。
血も行く予定出すと出すと出すだってお、広島行く予定、愛媛行く予定、愛媛検討中、検討中っていうことは来ますね、来れますね。こんばんは。一段と部屋暗いのっていつもと変わりません。あれつけよう、焚き火、焚き火の音のやつ。ここに打ったらちょっと光が微妙。幕張1時間目から行きます、頼もしい。こんばんは。初見。てか今日じゃないか、なんでもないです。なんか私が愛媛に帰っている間に四国地方が梅雨入りしたんですね。なのでもう雨女の本領発揮して四国地方を梅雨入りさせて帰ってきました。で多分もうちょっとで広島も梅雨入りすると思います。めっちゃ自分視点。でも本当に雨の確率は高くて、私が行くところ行くところ、面白いよね。髪の毛短く見える、ここだけ見たら。これぐらいも意外と似合うかも、今なら。
すごい、この私が髪の毛を伸ばしてます、切らずに。みんな私が愛媛に帰ったら髪の毛を切ってくるんじゃないかって警戒するんですけど、切ってません、まだ。なんで私が愛媛に帰ったら警戒するかって言ったら、愛媛でしか私は美容室に行かなくて、なのででも切ってません、まだ。なんとまだ耐えてます。この冬じゃない、もう6月かまだ夏って感じしてんよね、意外と。このん、何だっけ、どっちだっけ、夏ん、冬が短くて夏が長いみたいな感じだったんですよ、この前まで。でも今年の冬は長いまま過ごして夏に突入したので、多分夏になってますよね、もうほぼ。なので史上最長、長いかもしれないです、 STU に入ってから。まあでもあと5センチぐらいか。こんばんは。でも髪の毛切りたくなるよね、なぜか知らんけど。なんか気分を変えたくなるんですよね、髪の毛ずっと長いままだったら。部屋の模様替えと同じで、なんか見た目も変えたくなるよね。でも耐えてます今のところ。なんでなんやろ。あ、でも黒髪ロングってやっぱいいよね。もうめっちゃ髪の毛真っ黒やなって思う、鏡を見るたびに。茶髪の人が隣にいたりとかしたらなおさら黒って思います。シャンプーも新しくしたって言ったじゃないですか、さっきの配信で。それもツヤを出してくれるシャンプーに変えたんですよ。なのでプラスツヤで、この髪の毛を保っていきたいと思います。梅雨も負けずに。でも髪の毛染めてみたらどうなるんやろうって思うよね。一回ぐらい染めてもいいかなって思ってます、私は。何かきっかけがあれば、別なくてもいいけど。こんばんは。普通に経験として染めてみてもいいかな感じです。こんばんは。
聞こえますか、音、焚き火の。癒し空間。癒し系の YouTube みたいね。あの、自分 ASMR の YouTube 出したいんですよね。ずっと言ってます私は。でも行動に移してない。言うだけ言って。普通にアイドルとか関係なく、なんか ASMR の動画を出してみたいんですよね。なんかスライムにろうを垂らしてパリパリパリグシャーみたいな音とか、スライムにスパンコール混ぜてなんかザクザクザクって切るやつとか、琥珀糖食べるやつとか、グミッチェル食べるやつとか、なんかそのなんか咀嚼音系とか、なんかそれを見るのが好きなんですよ個人的に。それを自分でもやってみたいんですよね。こんばんは。ショールーム、ショールームじゃなくて、なんか残したいんですよね。なんか一覧で。これ聞きたいときはこれ、みたいな。ショールームもなんか録画できるけど、それはなんかあんま好きじゃないし、自分は。録画されるのは。こんばんは。なんかね、いつかやります。いつかやります。TikTok もね、どうなんやろ。なんかいろいろもう SNS がありすぎて、 TikTok とか多分続けれる自信がなくて手は出してないですね。琥珀糖いいよね。わかる。
あとなんかグミッチェル知ってますか？めっちゃいいんですよグミッチェル。でも結構高価なんですよね。高い、お高い食べ物なんですよ実は。三つ編みもしたんですよね実は。ちりめんパーティーで。こっそりやりました。実はしました。でも三つ編みももうちょっと髪の毛伸ばして長めの三つ編みもしたいなと思うので、それまで待ってください。ラジオじゃ見えないだって。確かに。あ、でも告知の動画とかではねがっつり映ってたので見てください。ちょっと前のやつです。こんばんは。あともうちょっとでアルバムの発売日ですね。ちょっと延期してしまったので12日ですね。楽しみにしていてください。あれ、わかりますか？こんばんは。あれです。わかりますよね。私が愛の重さの選抜メンバーに選んでいただいたからこそできることがあるんですよ。今までできなかったあることができます。やっと。私はずっとこれがやりたくて。そんな大したことじゃないんですけど、なんかこの時を待ってました。わかる人おらんかな。こんばんは。当日にあれを出すっていうね。わからんかね。わからんか。
分からんだって。あのスペサポの動画を載せるですよ、リード曲の当日に、発売日当日に載せることです。今までできなかったじゃないですか、もう振り入れとかも参加してないから。でも今回はできるんですよ、初。それです。めっちゃ楽しみ。12日までに撮影するので楽しみです。見てくださいね。そう、チラッと載せたりもするので、あ、チラッと見て気になったらすぐそこに入って見てみてください。ないの、もうそのダンスリリックはないの、どうなんやろ。なんか定点のやつとか見たいよね。鼻だれみたいなやつもいいけど、定点もいいよね、意外と。みんな見えるし。しかも定点の方がなんか見やすくない？あ、こんな感じなんやみたいな。構成が見やすい気がする。こんばんは。スペサポまた入らないと。だってもうずっと入っててくださいね。もう小豆島のダンスも載せたいので。定期的にね、本当は載せたいんですけど、やっぱりなんか難しくて、すみません。もうだいぶ期間が空いたかも。そんな空いてないか。前何載せたっけ、一番最新。でも覚えてない、覚えてない。ってことはまあ全然載せてないってことですよね。もう本当にね、ちゃんとやっていきたいんですよね。ちゃんとね、入ってくれてる人に向けて。こんばんは。そう、どっちもね、踊りがいがあるんですよ。小豆島へ行こうも、愛の重さも。ずっと動いてるような感じなので、そのダンス動画にはぴったり。
楽しみやな、動画撮るのも。え、当日に載せるのでいいと思う？前日に載せた方がいいんかね。当日に載せるのがいいか、やっぱごちゃごちゃするかね、いろいろな情報が。当日でいいか。こんばんは。愛の重さ葵ちゃんポジバージョン、そうです。フラゲ、いやでも当日がいいか、やっぱ。私はずっとそれがやりたかったので、それをしよう。楽しみですね。おしゃれレッスンにちゃんと、わかりました。ちゃんとしゃれたやつを着て撮りたいと思います。猫のレッスンに、いや、なんかスタイルがちゃんと見えるような感じのやつにしようかな。踊りもちゃんと映えるような服を着てから撮影したいと思います。楽しみ。眠くなってきた。この焚き火の音を聞いてたら眠くなってきますね。今日めっちゃ寝たんですよね。なんか朝じゃなくて、昨日の夜9時とか10時ぐらいに寝て、10時に起きました。いや、それはないか。なんかツイートしたじゃないですか。その時に起きました。あれ何時なんでしたっけ？何時ぐらいやったっけ？ 9 時とか。もう11時間ぐらいだったかもしれない。めっちゃ寝ました、今日は。寝すぎたら眠いし、なんか疲れてますよね。それでまた寝て疲れるみたいな。やけんやっぱなんか予定があった方がいいんですよね。
夜勤明けでお話し会行きますだって。頑張りますね。確かに。あれも考えないといけないですね。クイズ。兵藤葵クイズ。縁日でやるやつ、8月のお話し会で。もうなんかあっという間に8月になりそう。今のうちにちゃんと考えとかんと、やばいって焦りそう。もう宿題みたい。楽しみ。今年めっちゃ早い気がする、進むのが、年月が、ん、年月、月日が。お、握手。さてどっちでしょうか。でもなんかまだそれをできるっていうのをまだ決まってるわけじゃないんですよね。確定しましたって言われてないので、まだできるかどうかわかんないんですけど、今のところヨーヨー釣りとクイズの予定です。え、そうやったっけ。だってヨーヨーか輪投げで悩んだんですよ。輪投げじゃないか、ヨーヨーか、ヨーヨーか輪投げですかクイズ、どっちかを書きました。あれどっち書いたっけ。輪投げかも、ヨーヨー、輪投げかもしれん。ちょっとあやふやになってきた。どっちかを多分ちゃんと決まったらまた言いますね。え、どっちやったっけ。なんか輪投げもいいなって思って、ヨーヨーか輪投げのどっちか書いたんですよ。2つ書こうと思って、どっちやったっけな。待って、まあ楽しみにしててください。クイズは多分絶対にできると思うので、じゃあそろそろ終わろうかな。あ、景品ありますよ、ちゃんと。プレゼントもちゃんとあります。それも楽しみ。
広島行くか永遠に迷ってる。来てください。迷ったら来てください。では、壇上を読みます。中堅さん、タッキーさん、ジータさん、ベンジャミンさん、トノサマドラゴンさん、サージカルさん、ウツボさん、カズポさん、テリー P さん、松岡さん、ケイセキさん、おいもちゃん、ケンケンさん、お疲れ様でした。今日も、今日日曜か、明日からまた1週間頑張りましょう。お疲れ様でした。インスタ更新してるので、いいねしてください。ぜひ、バイビー。おやすみかん。